安康市は中華人民共和国潜水省に位置する地球市。潜水省南部に位置し、省楽市、西安市、寒中市、湖北省、重慶市、四川省に接する。寒水の上流、深海に寒中軍が設置され十二県を管轄した。寒庁は申請を踏襲し、寒中軍を設置、西上県、安陽県、長都市県、春陽県。 県の五県を管轄し、三国時代になると、義教軍と解消されている。南北朝時代には、はじめ時期州、後に、正義により、金州が設置されたが、隋代になると再び、西条軍が設置され、闘争では、金州安康軍が設置されていた。明発は、金州とされていたが、1583年に、公安州と解消され、官中府の管轄とされた。 さらに1595年、公安州は、官中府より分離され、先制不正史の直属行政区となり、下部に、官員県、平良県、春陽県、潮陽県、白川県、赤仙県を管轄した。新大になると1782年に、公安州は、公安府に昇格、安康県、平良県、春陽県、白川県、潮陽県、赤仙県の6県を管轄した。 中華民国が成立すると1913年、公安府管轄区域に管中道が設置された。1926年、北伐の結果南京国民政府による行政管理が開始されると、管中道は廃止されたが、1935年にはには、行政正しさつく制度の施行に伴い、先生省第五行政正しさ支選委員公所が設置され10県を管轄した。 中華人民共和国成立後の1950年、安光線区が設置され、1968年に安光地区と改称された。2000年12月、安光地区が地球市の安光市に改変された。一市かつ区、一研究、市、八県を管轄する。千ミナ行政区安光分区安光地区、安光市空港鉄道。ありがとうございます。